こんばんは、かっけんです。まかです。今回はまあ、アルタはちょっと体調不良なので、はい、やりました。まあ、2人でちょっと今日はやりたいんですけど、はい、今回はついにあの末期版で初登場となる EJ リーグを。そうね、長かったね、はい、EJ、まあ、できなかったもんね、今まではなんか。まあそうですね、ライセンス上、まあ、はい、そっちの問題があったんで。で、まあちょっと軽く見たんですけど、ちょっと説明がちょっとあやふや、はい、僕諦めましたもん。まあなので、まあちょっとなるべく分かりやすいように今日は説明していきたいと思います。よろしくお願いします。ね、まあ、こちらはまあホームページを見ていきたいと思うんですけど、まあ、EJ リーグ2022シーズンということで、まあ、サポーターのワンゴールがクラブの力になるっていう、まあ、サブタイトルがありまして、即意味がわからない。まあこれは後ほどね、その、はい、理由があるんで。で、まあ、とりあえず今シーズンは J1、J2 のリーグ全40クラブによるクラブ対抗戦、はいはい、まあ、去年とかもあったと思うんで、なんとなくはわかると思うんですけど、わかるわかる、はい、まあ、クラブサポーターまたは代表選手たちによって優勝を競いますということで、まあこちらがまあ簡単な概略図というかイメージ図があるんですけど、ほう、ラウンド1があのオープンであったチャレンジモードを使って、あー、あのラウンド1、はい、2とかですね。そうですね、まあ、そこをクリアするとラウンド2に進んで、まあ、そこであのいわゆる最新の15試合、あー、あれか、はい、そこでまあ、各クラブの各カテゴリー、各カテゴリーがモバイルのアンダー18、そしてモバイルのフル代表、そして背置き版プレステのフル代表の3名ね、はい、この3カテゴリーの上位2名が、ここの本戦に出場することができます。あ、一応6人そこにいる。あ、まあ、そうですね。そうなの、なの。で、まあ、後に詳しく話すんですけど、まあ、その6人選ばれた中で1対1の勝負がありまして、はあ、はいはい、まあ、それはちょっと後ほどお話しします。で、今大会で使用するクラブが、まあ、先ほど言った J1 と J2 の、まあ、クラブなんですけど、まあ、均一化、まあ、なんで、まあ、大体総合値みんな83とか5とかそこら辺の数値。なるほどね、まあまあまあ、でもじゃあ既存ぐらいで動くってことか。そうですね、まあまあ、っていうモードを使って やります。で、まあ、さっき言ったあのシーズンの流れがこんな感じで長い。まあちょっと期間がまあ2ヶ月ぐらいある。長大会。え、最長じゃない、こんな長いですね。で、そこのラウンド2で上がった上位、各カテゴリー2名の計6名がこの本戦オンラインというのに出場で、そこで勝つとやっとクラブの代表になれますよっていう、はい、で、ここのクラブの、まあ、決定代表決定戦みたいなところで事前にクラブが推薦をしたプレイヤーがほう、いる推薦。あ、でもあれか、ヴェルディとかだったら自分たちのところでいるわけだから、まあもしかしたらそういうパターンがあるかもしれないので、むしろ そこ推薦してあげなきゃ何のために普段活動してか分かんなくなっちゃう。あのクラブ側が推薦するプレイヤーがもうすでに指名されてる場合は上位2名じゃなくて上位1名があの、あーなるほど、ね、ラウンド2で、あ、じゃあ本当あの FIFA のあれだ、 EJ の時みたいな感じ。あ、そうですね、 FIFA の EJ を分かる方はそれをイメージしてもらうと分かるんですけど、じゃあクラブ推薦があるところはオンラインで6人抜けられないってことだもん。そうですね、アンダー18、2人とか、はいはい、モバイルで2人ずつとかいう枠が1個なくなるとか、推薦選手がいると。はい、そうです。あるんじゃない、群馬。いやいや、もう国体負けてますから、ね、いやいや、推薦ってそういうもんじゃないから、推薦ってそういうもんじゃないから、いかにその人出したらおもろいかってことだから、呼んでいただけたら全然引き受けますけど、まあ、そこはまだ発表も何もないんで、ね、お待ちしてますしか言えないんで。で、まあ、この代表決定戦は一応12月22日、23日のオンラインということで。なるほど、まあでもね、モバイルとかはフレマもできるしね。はい、そうですね、サクサクっと決まりそうだね。まあ多分ここら辺だったら、まあさすがに据え置き版の、そうだよ、据え置きフレマ作っとけよ、もう。もう秋ですから、ね、てか、暑くなってきた頃にできるんじゃなかったのかな。話が違えよな。ここまでが一応あのクラブの代表決定戦までの流れで、うん、まあ、本大会出場しますと、まあ、ちょっと見れないんですけど、この参入プレーオフっていうのがあって、はい、でその後に、まあ、決勝大会、このイメージ図の方で見ますと、まあ、参入プレーオフが上位10クラブ進出で、決勝大会が全20クラブの参加ということで、まあ、10クラブ足りないと思うんですけど、足りないね、はい、そこはあのラウンド1の方で、まあ、サブタイトルとしてゴール争奪戦という、まあ、裏でちょっと対決がありまして、まあ、そこをちょっと見ていくと、見せてよ、ゴール争奪戦、はい、
まあ、このラウンド1括弧ゴール争奪戦っていうのがありまして、全ユーザー参加可能な大会です、うん、対象イベントにクリア条件を満たした方が次のラウンドですね、はい、まあここはいつも通りです、うん、でまたクラブ対抗の総ゴール数ランキングを実施します、うん、上位10位に入ったクラブは決勝大会進出することができますという、まあ、ちょっと追加書きがされていまして、ラウンド2すっ飛ばし、まあ、多分ですけど、まあ、これは詳細書かれてないので、まあ、ここからは推測になるんですけど、多分クラブ代表決定戦まではやるとは思うんですよ。まあそうか、はい、まあ、代表決め、そうだよね、上位10 3人決めないといけないもんね、はい、ここの争奪戦の上位10クラブは代表になった人はもうすぐここの決勝ラウンドに、あーなるほどね、進めるっていうことです。まあだから上位10クラブはやっぱどうしても J1 とか人気のクラブになっちゃうんで、なるね、意外にその参加で人いっぱいいたんだとかもありそうだけど、まあなんかさ、まあまあ、7、8個ぐらいはまあこのクラブだろうなってあるよね、もう、はい、まあそこのクラブとまあどっかプラス1、2個が行くんじゃないかなと思いますけど、ね、まあ一応この感じですかね。でまあ下の方に行くと、まあ一応表彰という形で、まあ各クラブチームにお金が、賞金が用意されているという。いや俺これね、はい、ここはよーく見た。これは、はい、これ多分 10% ないんじゃない選手がもらえるの、下手したら、まあ、優勝500万でしょ、はい、優勝500、準優勝200、まあ下手したら450万ぐらいクラブに持ってかれる可能性までありそうだよねまあ一応プレーオフまで行けば、まあ、クラブには、まあ、10万入るという形で、コナミとしてはこれもクラブに渡すだけだもんね、多分。そうですね、賞金とか、はい、だからクラブ側が、クラブ側と選手の契約の話になってくるわけでしょこれ、はい、これはね俺事前に正直言ってほしいわ。あ、はいはい、クラブに俺それで出るチーム決めるわあ、まあまあまあそこもやっぱプレイヤーとしては大事ですよね。いやそう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 、分配がどうなってるのかを公表してくれるチームで出たい、はい、だって出てさ、やったぜってなってから全部クラブに持って帰ったらシャレになんないから正直、はいはい、まあ、そこはなんか公表してほしい。まあそうですね、まあ、しないチームがほとんどだろうけど、まあ、代表になればそこら辺の、まあ、ちょっと細かい話もあるかもしれないという感じで、ね、この書き方だとあったかも選手が2000万もらえるみたいなさ。まあそうですね、ちょっと目立って、ね、パッて見たらプレイヤーたち2000万ももらえるんだみたいな。でまあ概要はこんな感じなんで、まあ自分はまあさっきちょくちょく出てますけどザスパで一応地元なんで出ようかなっていうふうに思ってるんですけど、まやげかさんは決まってます？全く決まってない。あ、そう全く決まってないし、まあ、やっぱ特になんか見てたとかもないんですか？見てたで言うんだったら小さい頃はベルディの試合を、はい、多分アジスタに一番、はい、回数で言うたらベルディの試合よく見に行ってたと思うんだけど、まあ e スポーツチームありますもんね。 e スポーツチームあるじゃんベルディなんかちょっと嫌だなってまあまあまあ、まあ、なんだろうね、これは別にベルディが嫌とかそういうんじゃなくて、はい、まあ単純にそっから推薦の出すかもしれないですもんね。あ、そうそう、ベルディのチーム、そうそう、枠がさ、はい、めっちゃ少ない可能性前じゃん、推薦選手があれもあったら、はいはい、なんかちょっとさすがにそこは俺もベルディの人たちが頑張ってくれるステージかなって思ってるから、と、はい、いうことで、まあ、ベルディが探してきたいっていうことなんで、まあ、とりあえず、まあ、どんな感じ の, あの人がいるかっていうのを、まあ、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まあ、なんで一応その、まあ、チーム決まってないっていう人で、あとメンバー見たいっていう人は一応、まあ、これこのように手順を追っていけば見ることもできるんで真似してみてください。あと、まあ、フリートレーニングで、まあ、このトレーニング設定の下の方に行けば、まあ、こうやってチーム選ぶことはできるんで、アジアで、まあ、ここにあるので。なるほどなるほど、これ本当エキシビジョンで使いたいよなこれな。まあ、いや本当そうですよ ね。練習する環境ないですもんね、まず均一化で。これ本番どうすんの？均一化だったらもうそのイベント用意して。そうか、イベントでじゃあせーのでマッチングするんだ。はい、でまあラウンド1であるじゃないですか、もう自由にやってくださいみたいな感じで放置状態って言ったらあれですけど。どうなんだろうね、ちょっと未知の部分が。まあ、それ触れ間なかったら決勝大会だってできないもんね、はい、このままじゃ。そうっすね。まあ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 、まあ、J1 だと、あ、ちょ、神戸見せて、神戸、神戸、はい、いや、まあ人気ありそうですもんね、普通にイニエスタとか、普通に神戸ね、メンバーも。やっぱ俺みたいに普段あんま J リーグ見ない人ってやっぱ元日本代表ってやっぱ分かるんだ、うん、いや、本当、いや、自分もそうっすね。そうそうそう、一応既存の能力値なので、まあそうね、はい、均一化になるとね、こっからみんな80ぐらいになるもんね。はい、まあ一応メンバーを見たい人とか、まあ、やっぱね、ポイントとしては、はい、足速いでかい外人がどれだけいるかだと思ってるね、俺は
やっぱ能力が結構均一になってもやっぱ身長とか体重とか、まあガタイとか、あとさラインブレーカーとか、はいはい、そういうのは変えられない部分じゃん、まあ、あとスキルとか、あと、そうそうね、あとキーパーがでかいとか、はいはい、あとディフェンダーにでかいやつがいるとかさ、まあ、なんで特段このチーム行きたいっていう人以外は、まあ、そういうのを参考にした方が、あこれ新加入の向こうじゃん、どこで出よう、困ったねこういう時にね、本当に行ってみたい県とかでも最悪まあ代表になったらイベント呼ばれますからなるほどね、いやでもそういうなんかその理由で選ぶじゃん、なんかイベントとかでさ、そのチームのこと聞かれた時に何も分かんないの結局、ああまあちょっとね、なんかちょっと嫌なんだよねそれは、まあ、エビさんみたいにやっぱ使っていくうちに愛着湧いて、あなるほどね、はい、そのパターンあるかなっていうパターンもなくはないと思う、あどこがあるかな、まああとは普通に候補としては F、はい、F と、ああまあまあそうっすよね、そう理由は三田さんがいるから、もうそれだけなんだよ。まあまあでもそれでもしっかりした理由だと思う。あとは外人のフォワードが意外にちゃんといるっていう。ああ確かに。まあそうだ。あだいう。まあ、キーパーもいや適正ないとこで使わされてる。本当だ。キーパーもスワビクでかいですもんね。190あるもんね。森重、長友、松木玖生、レアンドロとかね。レアンドロも根幹持ってるでしょ。レアンドロ、コンカ持ってる、ルイス、わからない、いや、俺も初めて見ましたアデュートもコンカ持ってるまあ、なんか、どうやっぱスキルとかになってくると思うんだよな、最終的にはいや、な、これはちょっと困ったねちょっと見ても、まだちょっと見ても、やっぱ全然イメージできないわ、だってさ、どのクラブで誰が出るかとかいちいち調べるのめんどくさいじゃないですか確かにだからまあ、こういう時いいね、ファンが、ファンのチームがあるというか、推してるチームがちゃんとあると確かに、本当だ、カフケンもあるでしょ、まあ、一応地元一応予定では、はい、まあ地元で、はい、まあ OB の人とかもいるんで、サッカー部の100% と言っていいですか、もうじゃあ、一応はいやっぱな、でも俺なんか東京でしかさ、育ってきてないからさ、はい、東京以外のクラブで出るのも中にちょっとあるんだよね、あま、町田はどうですか、ゼルビア、はい、もう悪くないかな、ちょっと見てみるゼルビアすげえな、ゲームにゼルビアがあるって、はあ、あアーリア・ジャスールセンターフォワードやってる、はい、センターフォワード知らなかった、それはそれは知らなかった、あでもちゃんと適正ついてる、ベンゼマだよ、リンクフォワードなんて、本当だアーリア・ジャスール、ああポープ、あーそうですね、1個下、あそうなんですか、1個下、1個下、1個下で八王子の子だ、あそうなんですか、テセ、あービニシウスだって、あーなんか、これなんか見たことある、これアリゼルビア雰囲気でもいや、まあ、アリなんじゃないですか、え、太田、あ、そうだ、え、太田ってあの、あ、はい、太田、はい、あの太田さんでいいんだよね、はい、左サイドバック、左利きなんで、うん、アリなんじゃないですか、マジかよ、ビニシウス全然タイプ違うけどあ、じゃあポープいるじゃん、キーパー192あるぞ、やれるか、両方持ってるわ、低弾道と高弾道、これはでもなんか買い始めたら愛着湧きそうだわ、さすがに、まあまあ本当にそうですよね、うん、まあしかも期間長いですかね、どんどん勝ち上がってから、いやそう長いのよ、本当に町田だったら長時間だったら20分ぐらいでいけない、いいじゃん20分でいけるってまあこれはちょっと使ってみてかな、最終的には、まあという感じで、まあ、今回は、まあ、EJ リーグの概要と、まあ、良さそうなチームを軽く見ていきました。この動画を見て気に入ってくださった方いましたらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。